皆さんこんにちは、アリコです。皆さんお元気ですか？私は元気に過ごしています。最近なかなか釣りに行けない日々が続いているので、今日は今まで YouTube で釣りしてきたことを振り返ってみようと思います。私は基本おかっぱりで釣りしてるんですけど、ほんまにいろんな魚との出会いがありました。北は北海道から、南は石垣島まで、あと海外やとグアムとかハワイかな。思い出深い魚がたくさんいます。ということで、今回はアリコが YouTube で釣った記憶に残る魚ベスト3を発表します。それではご覧ください。やった。はい、メタルフォーカス 28g ですごいのが釣れました。めちゃくちゃ引いたんですごい興奮しました。いや、嬉しい一匹です。イエイ。はい、第3位は糸引きアジでした。これは私が毎年行ってた奄美大島で釣ったんですけど、もうその上がってきた時のシルエットにすごいドキドキしました。確かそれまでエソしか釣りやんくて、今日ちょっと厳しいかなと思ってたんですけど、そのちょっと気抜いた時にいきなりヒットしたんでびっくりしてすごい興奮したのを覚えています。やっぱり南国はこうカラフルな魚が釣れたりとか、何が釣れるんやろうっていうワクワク感が増してすごく好きです。また奄美大島に行けた時は釣りを存分に楽しみたいと思います。ちゃんと釣ったのはこの時が初めてやったんで、やっぱりすごい嬉しかったです。あと今まで釣ったヤマメと全然違くて、太鼓もすごいあったし、顔も凛々しかったし、ほんまに惚れ惚れとしました。あとヒットした時にこう股の間に突っ込んできた時は一瞬あ終わったと思ってドキドキしたんですけど、無事にゲットできてよかったです。
渓流は今季もまた行こうと思ってるので今から待ち遠しいです。どうしよう、テトラやん。こっちも回れんか。釣られるな、多分。どうしよう、全然見えへん。でもこれ時間かけてあげるとやけどな、あげるとやけどどうやって取るかやんな。どうしよう、ほんま無理やな、回れへんかな、こっちね。どうしよう、あーどうしようか。ちょっと追いけへんよな、ここ。最初すごいドラグラされた。どうしようかな、これ姿だけ見たいけどね。弱ってきたな、だいぶ。あー、やばいやばいやばい、どうしろこれ、泣きそう。多分上がってこれる、ほんまに。引っ張れば、あ、こう切られる、やばい。ラインなくなる、やばい、ラインがなくなる。ちょっと先だいぶ擦られたから消えると思うねんな。いつか何分確保してんやろこれ。
爪そんな大きくなかったしな。めっちゃする。するかな。なんかするな気がしてきた。なんかほんま姿だけでも見えればいいんやけど。元気やな。まだ。あいい感じ。私おかっぱりでこんな声とったの初めてかもしれん。右回ってくれ、お願いだ。どうか右に。そしてラインをこすらないでくれ。パンパンになるわ。あ、またこっち来たから。またこっち来ちゃった。右に行く感じじゃないもんな。もう上がってきたよな、これ。お願いや、魚。右に行ってくれ。もう上がってくるわ、どうしよう。あ、浮いてきてもうた。どうしよう。上げられんねんな。頭は近い、私。まあ、どうしよう、これで。もうめっちゃちっちゃい若しちゃったら。尻尾にかかってとか。え、どういう感じ？いるのかな。もうすれかもな、こんだけ元気な。こっちでも一気にゴミ巻きた方がいいかな。入ってもうた。見えへんな、ラインが。入られてない、抜けた。もう何回、何分やってんやろこれ。カメラ出そうか。もう開いてくれ。よし、右行ってくれ。何？でかっ。うわっ、マジか。でかっ。これだけでも。うわ、マジか。すごい、やばくない？時間かかるわ。うわ、でかっ。こんなんあげれへんな。あ、やる。あ、やばいやばいやばい。どうしよう。やった。赤いとこにでかくない？すごい、あげたい。神様。あ、やばい、マスターギリギリやった。
あ、これというかライクかと思ったエラに今かけて、あ、サイトコ誘導してます。ここで割れたらもうなくです。何分以上格闘したかな。ちょっと弱ってきたんでね。もうこんな間近で、よう切られんかったな、ほんま。ほんでここで切られんの、あ、やばいやばい、また涙出そうやねんけど。はい、まさかのね、30分以上かけて、なんやろ、これ V? わらそっちかな。もういいサイズ使ってやばい。それ北海道来てよかった、嬉しい重たいやった。はい、ということで第1位はブリでした。この動画を見てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、もうこれは迷わず第1位でした。エギングタックルやったんで、すごい時間もかかりましたし、やっぱり釣り上げた時のあの興奮は未だに忘れられないです。なんか今までバラしてしまったりとか、ラインブレイクしたりとか、いろいろ悔しい思いいっぱいしてきたけど、でもその時の経験があったからちゃんと焦らずやり取りできたし、こういったラインをフリーにするとかそういうこともできたし、言い方すごい大げさかもしれないけど、今までの集大成というか、もうほんまにその経験があったから釣れた一匹やなと思います。あの釣り上げた魚をこうフィッシュグリップで持って重みを感じた瞬間にちょっとの涙が出てしまうぐらい、ほんまに嬉しかったし感動しました。なんかこう話してても未だに鮮明に思い出して、こう嬉しい、その時の興奮の気持ちが蘇るぐらい、いやもうあれはほんまに嬉しかったですね。ということで、いかがでしたでしょうか。以上が私が YouTube で釣った記憶に残る魚ベスト3でした。またいろいろなところで釣りができる日が来ることを願っています。で、当面は近場で淡水メインで釣りをしようと思っていますので、また動画楽しみにしててください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。これさ、下手したら運動だけというか、ポイント探しだけで終わるかもしれない。皆さん、お元気にお過ごしですか？私は元気にお過ごしです。